こんにちは、アッシュです。今回もデトロっていこうかなと思います。前回ね、コメントで確か次のカーラ編鬼門ですよみたいなコメントがあったような気がする。私からしたらね、毎回鬼門なんだけど、ただこのゲーム完全に分かった。とにかく人間に優しくすれば、でもハッピーエンドを迎えられるんだと思う。だからとにかくもうドラえもんの気持ちだよね。のび太くんとしずかちゃんを結婚させればクリアみたいな、多分それぐらい人間に優しく。本当に変わらへんじゃん。うわ、すげえ、めっちゃ土砂降り降ってるね。大丈夫？本当にお母さんみたい。きっと助けてくれる。今助けを求めて歩いてるんだよね。すぐに嫌なことも忘れられるはず。この大人の女性がアンドロイドで、子供が人間だけど本当の親子みたい。え、ここに住んでるの？助けを。着いたわ。あ、ここなんだ。すごい、開けようか。私もこういう家に将来住みたいな。2階が実況部屋みたいな、1階が編集部屋みたいな、そんな感じ。いいね。実況部屋も分けたいよね。この部屋はマリオの実況部屋で、この部屋はマリオカートの実況部屋で、この部屋はパズドラの実況部屋みたいな。で、編集もこの部屋はマリオの編集部屋みたいな。この部屋さあ着いたよ。え、どうやって開けるんだ。あ、インターホン鳴らすのかな。あ、鳴らすんだ。個性的ピンポンじゃない。あ、もう一回鳴らそう。いないのかな。おお、ズラトコさんですか。何の用だ。助けてもらえませんか。何の話かわからん。さあ帰ってくれ。悪いな。待って、ダンブルドア先生。お願い、助けて。え、入れ。子供見た途端、これもこの人に優先。この人がもう第一主導権だから、何かあったらこの人を立てよう。ジャイアンを立てていきます。これあれじゃない、この子供アリスのお父さんに似てない？お父さんの弟さんとかお兄ちゃんさんなんじゃない？多分そうだな。あ、待って、これでチェックしてこう。お前褒められちゃったね、コメントで。シューどんどん鋭くなってますねみたいな。まあ、黄色いとこは特にないから。待って、2階、あ、地下もある。え、地下何部屋にしよう。私編集部屋もあるし、実況部屋もあるし、え、地下どうしようかな。私冷蔵庫にしようかな、気まぐれシューゲームズにしようかな。なんで、お、なんか見れる。待って、今なんか見るボタンあったよね。ちょ待って、角度悪いんだ。あった。漫画一冊もない。何読んでんだろう。私ちなみに人生で漫画と写真集ぐらいしか読むことないね。これよく動画で言うんだけど。だから漫画と写真集のことについては聞いて。お嬢さん方のコートをお預かりして。ああ、大丈夫だよ、怖がらないで。ルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。家がこんなに大きくても一人だと寂しいからな。実況撮ればいいのに。ルーサーアンドロイドだね。こめかみにあれがある。さあくつろぐといい。うわ、くつろぎずれ。いや、私ゴロゴロしたいんだけどな。すげえなんか緊張感ある。私のことは誰から。通りすがりのアンドロイドが助けてくれるかもって。なるほど。いや、もうちょいボタン閉めない？ちょっとセクシーすぎない？変異体か。もうバレてる。その子は絶対と人間です。トットのあれじゃん。お父さんじゃ、お兄ちゃんか弟だよ。で、安全な場所に行きたいのか。はい。人生をやり直せる場所だろう。ちょうど今ならカナダはいい季節だろうな。景色もいいし。ここにいさせてくれるわけじゃないんだ。新鮮で土地も広い。アンドロイド法もないしな。心機一転にはもってこいだ。何その顔。そういう場所に行きたくって。だろうな。手助けはできる。お、サンキュー。だがまずトラッカーを取り除かないと。トラッカー。ああ、アンドロイドには位置を特定するモジュールが取り付けられているんだよ。
それさえ外してしまえば君たちも安全だ。発信機みたいのがついてんだ。ほら来なさい。大丈夫、これ怪しくない？ああ、その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。怪しいよね、ほら、ルーサーなんてもう必要なものは地下にある。うわ、冷蔵庫行くんだ。ちょ待って、一回タールアル探検隊より探検してくわ。あ、でもないな、本とかもないし。あ、見れる。え、待って、これ敵もしかして。ちょっと怖いな、私ビビりそう。何の本読んでんだろう。ハリーポッターぐらいだよ、こんな分厚い本なんて。ハリーポッターめっちゃ本分厚いからね。ちなみに読んだことはないです。本の表紙見て満足しました。持ちか持ってたわけじゃないからね。え、絶対敵かな。でも最初に言ったよね、人間には優しくみたいな。いや今これマジ鬼門だね、鬼の門。私は桃太郎なら退治できるんだけどな。私ここ嫌い。あの人もきっと良くないことが起こるよ。安心させようか。心配しないで、トラッカーを外してもらえればカナダでやり直せるの。待って、適切濃厚。待って、怖くなってきた。私みんな待ってね、ビビ中、ビビ中出してほしい、ゲーム側が。散らかってて悪いな。機械を隠しておかなきゃならないんでね。ちょ待って、私ガチ怖い。外すのは違法だからな。快適でもバレちゃ身も蓋もないだろう。どうした？その子が怖がってなければいいんだが。どうした？この子は平気です。そうか。いや、これ絶対敵だわ。これ絶対ジャイアンだわ。映画じゃない時のジャイアンだわ。さあほら、こっちだ。待って、こっち行ける？あれ、今鍵開かなかった？行けないわ、みんな。行けない。さあ、行ってくるか。ガチ怖え。ガチ怖え。ガチガラス。で、なんだ？ズラとこの機械に乗る。え、これは死ぬんじゃない？いやでもそれしか。じゃあそこに立ってくれるかな。そこってどこ？レントゲン撮るみたいなとこじゃん。待って、ビビッチュ出してくれ。待ってね、みんないきなり声出さないですよ、するね。本当にレントゲンじゃん。先に言っておくが、少々痛むぞ。オッケー。うわあ、私がなった。ちょ、ごめんね、ゲームに入りすぎちゃった。怖すぎ。見て、不思議というか。どういうわけかは知らんが、トラッカーは変異体になると機能しなくなるようでな。だから見つけづらいんだ。つまりトラッカーを取り除く必要なんてないんだよ。でもさっき。ああ、人は疑うということを知らん。変異体は実に無知なやつばかりだ。お前らは皆俺に助けを求めてやってくる。そいつらを初期化して売り払う。じゃなきゃここで実験に使う。いや、やめて。リセットなんて嫌。やめて。ガキがいたんだったな、忘れてた。このアンドロイド味方だわ。ああ、閉じ込めとけ、そいつは後。私の第五感が言ってる。アリス、いや。このアンドロイド多分助けてくれる。母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだな。だが愚かだ。さあ苦しみから解放してやろう。いや、こいつ絶対助けてくれる。体つきが助けてくれるもん。やばい、リセットされてる、リセットされてる。動物の森でもリセットさんクビになったのに、ここで復活しないでよ。待って、おい、嘘だろ、助けてくれ。待って、やばすぎ、やばすぎ。レバーガチャ。待って、同じ終わり方をする。まあ、絶対何かあるはず、絶対何かあるはず。こっち見んな、絶対何かあるはず。記憶も感情もない方がマシってやつさ。苦しみもない、希望が裏切られることもな。
羨ましいくらいさ。カーラ！かわいそうなアリス。いや、何かあるはず。ママはもうお前のことを覚えていないみたいだぞ。すっかり忘れちゃったみたいだな。カーラ、ねえ、どうしたの？ああ、ほら、こっちに来い。噛みやがったな。それじゃあ、たっぷりお仕置きをしてやらんとな。カーラ、起きて、カーラ。起きてるよ。ちょ、ごめんね、喋れない。あ、ファーストキス？に来るんだ。違った。え、待って、あずき、ミスっちゃった選択肢。え、リセットされたの？ここから逃げる。どうやって逃げるんだ？待って、時間なくない？やべ、30% 来てる。どうやって逃げるの？あ、来た！ R1！ サーキットショートさせる、させる、させる！どうやってさせるの？見ろ！とりあえず見ろ！あらゆるところを見ろ！来た！早く！早く！早く！行け！オッケー！どうなった？何かあるはずだ！何かルーレットがあるはずだ！探せ！来た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 ！キキアスファンタスティックケーブル！来たよね。こんなところじゃ終われねえよ。セーフ。危ねえ。なんとか生き返った。私には守らなければならないものがあるからね。ちょ、かっこいいこと言っちゃったね。ちょっとボタン閉めて。ちょっとセクシーすぎ。さあ、こっからどうすっかな。アリス助け、メモリーを破損だって。あ、修復なんだ。すごいね。自己再生持ってるんだ。ミロカロスかよ。わあ、待って、急に出てくるわ。ちょ、なんだ。急に絶対出てくる。私が急に出てく側なんだけどね。さあ、みんな。ちょっと怖いけど行ってくるわ。怖え、ガチ怖え。ミルだって。助けてくれ。お、過去に壊された子たちだ、多分。待って、この人たちを仲間に加えれないのかな？これ多分仲間になるな。インペルダウンのルフィみたいな、どんどん仲間にしていくみたいな。はあ、そんな、まさか。どうした？まさかシンガポール。俺たちをもてあそんで化け物を作り、うさばらししてるんだよ。でも奴こそ化け物だ。俺たちにこんなことして。お、やば。みんなで暴動起こそうぜ。おー、動ける。え、これみんな来ないの？はあ、じゃあ行くか。なんか特になんもなさそうだよね、こっから。これだけだよね。さあ行ってくるわ。私一緒に暴動起こすのかなと思ったけど、怖え。絶対、何？絶対急に出てくるよ。見る。うわ、音楽、待ってね。青鬼並みにビビってます。私青鬼以来こんなビビってんの。待って、チェックできるとこある？ないね、ない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 。さあ、あいつ、実況部屋に行ったかな。実況部屋に行って、これガチで見つかったらダメなやつだ。あ、ゼルダの伝説の子供期の時のあれ、お城に行ってリンクがゼルダを探すとき。10分もすればここも片付く。そしたらガキをどうするか決めるぞ。はい、ご主人さん。10分後に子供を連れてきます。10分後？
いるあいつ。これで見れるね。いない、二階か実況部屋だ。行くか。待って。実況部屋行く前に、ここは開けれるか。オッケー。アリスを連れてこっから逃げる算段だね。ごめんね、みんな今日、言葉数少なく行くわ。ガチ怖い。いいよ。やばい、アリス探す。いや、これガチ鬼門だな。これ入っちゃダメってことかな？あ、開けれる。え、そんなすぐ入っていいの？もうちょい冷静に入ろうよ。アリス？うん。観察するだって。あ、RAQ だ。観察するってこれか。RAQ って何なんだろう。待って、これバレない？なるほど。ここの部屋は NG と。OK。いないことが分かったのがでかい。分からないことを分かるのがすごい大切だからね。何が分からないか。さあ、それが分かったことはでかい。あいつはあっちにいる。右側にいる。いる？ルーサーもいるからね。これさっきの絵と繋がってるかな？こっち側行ってみようか。あー、すごい。どんどん、お？ここで何している？ご主人様が許可したのか？こいつが告げ口する。そう。何をしている？傷つけるつもりか？ちょっとグロいね。いや、いや、そんなはずはない。アリス聞こうか。あなた女の子を見かけてない？人間の子供か？いや、いや、あ、私は見ていない。見てないか。停止しよう。あ、お時に、待って、そこ置いとくとダメなんじゃない？そこ置いとくとバレない？拾われて。いる、アリス。おお！え？バレてないの？あ、寝てるんだ、バカデブアホ。最近暴言が多いな。寝てるんだ、あいつ。ルーサーだっけ？カズレーサーみたいな名前しやがって。なんだ？いや、本読んでる時間ある？高まる北極圏、ちょ、読んでっこうか。ちょ、時間ないけど。アンドロイドが頭脳を変える。よし、これ、コントローラーの操作が悪くて、下めくれねえ。やべ、時間ないんだって。みんな、下めくれない。やめる。これ、コントローラーの操作ガチ悪くて、私。あれ、こっちから来たんだっけ？いや、いそうだな。いや、いそうだな。このタンスの中とかありえんじゃない？どこにいる？調べる？いや、絶対なんもないよ。え？え？ここ？あ、初めて黄色マーク出ました、皆さん。黄色マーク。なんだこれ。つける？え、待って、これバレない？発生したアンドロイドの逃亡事件に、デトロイト住民の不安が募っています。なるほどね。市民はアンドロイドを敵対してると。あ、結構、ここ調べるとこ多いな。黄色い文字。やべえ、残り時間がないな。これは？あれ？あ、黄色マーク、あれか。ドアを開けるための黄色マークね。ここ開けてみようか。あ、廊下へ出ちゃうんだ、これ開けると。ただ、敵が誰もいない。こいつ、ルーサーは、あれだし。こっち側多分あれだよね。さっきのとこに繋がると思う。さっきのあの火のとこ。あ、繋がってるよね。さっきテレビ見たとこだね。オッケー。分かってきたよ。さあ、アリスを見つけてどう変えるかを考えよう。そこがガチで大事になってくると思う。多分ここにいるな。ここ最後の部屋だもんね。これでいなかったらし、もう。来た。アリス？あ、全然声違った。カーラ、
当たり前だろう。俺がのび太を忘れたことあるか。さ、静香ちゃんと結婚だ。こんなとこ来るべきじゃなかった。行きましょう。音を立てないようについてきて。怖え。いけるの？もうこれ全部自動で進んでほしい。私が一回も操作。ルーサー絶対目覚めるわ。ルーサー。ああ。お呼びですか。どうする？こいつは終わりだ。どうする？誰を連れてこい。え？はい。ただいま。やばい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 。こっちなんでしょ。こっちだ。隠れる隠れる隠れる。隠れて、あ、ここだ。冷静強な私。ご主人様、なんだ。子供が消えました。突然いなくなるはずないだろう。いつ出よう、いつ出よう。何ボケっとしてる、探してこい。いつ出る。あ、いる？いるね。いるね。うわ、こっから出たい自分もいる。どうなるか。だから絶対隠れます。隠れミッキーって昔言われてたからね。私、ルーサー、お前一体何してんだ。ほら来い。行け。ただいま。行け。行ったか。行ったね。行ったね。で、おいおいおい、探し回ってる。見つかる前に逃げない。どこ行った、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 どこ行った。あれ、どこ行った子供。あれ、あ、いたいた、行くよ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 。何やってんの、何やってんの、何やってんの。行くよ。オッケー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 。ルーサー、さっさとやつ。やべ、時間ねえ、時間ない。みんな来てるな。どうする。ここだ。時間がない。みんなやばい。アンドロイドの分際でこんなことならさっさとバラバラにしておきゃよかった。いる？変異体はいるな。面倒ばかり起こしやがる。見つけた。やばすぎ。フェスティバルなんだけど。どうする。バツ。さあ、元オリンピック日本代表、嘘つきました。どうする。バカが、バカが、クソ、誰。丸。さあ、バツ。オッケー。私の夜ご飯はオッケー。どうする。ああ、やばい、また一人やっつけちゃった。これ人間に優しくがテーマなのに。逃げ切れる。さあ、もう扉を入るだけ。さあ、アクロバティックシューゲームズ、いけるよ。早くもう逃げよう。これ良かったね。どうした、どうした。そう、裏口です。なぜかというと、私の第五感がそう言ってるからね。玄関ではなく裏口。私を信じてアリス。
さあなんで裏口を選んだか自分でもわからない。さっき調べたのにね。おお、アリスちゃん。いて、アリス。いや、一緒に行くの。行くの、急いで逃げるのよ。言っただろう、夢ってやつは厄介だってな。よくも逆らいやがって。何してんだ。やっぱりね、お前は味方だと思ってたよ。そこをどけ。ずっと。いいえ、どきません。思ってたよ。さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやるぞ。おい、何しやがんだ。どういうつもりだ。今までの復讐だね、インペルダウンの。誰が出した。僕でーす。おい、やめろ。待って、またこれアンドロイド悪いになっちゃうんじゃない？で、これアンドロイドの世間的評判下がんない？やべえ、これしずかちゃんとのび太くん結婚できない未来なんじゃない？いやでも改造されたこのアンドロイドを見せれば正当防衛になるかな。思ってやずっと私お前が味方だって。だって体つきいいもん。これ宙の流れじゃない。本当にすまなかった。あ、違った。俺はあいつの言いなりだったんだ。その子がお前のために危険を冒すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった。いい表現だね。やっと目を覚めたんだよ。あんなことをした後じゃ信用できないだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ。またその知ってる系かよ。俺も一緒に行こう。え？俺がお前とその子を守ってやる。めちゃめちゃ頼りになるんですけど。わかった、信じるわ。え、これ結構いい選択だったんじゃん、私、総合的に。無事で本当によかった。わあ、鬼門だったね、本当に。桃太郎になれたんじゃないかな、私。さあ、見てみようか、コンプリート率、みんなどれぐらいか。うわ、すっごいルート。ルートすごっ。あ、見て、ルーサーがカールたちの仲間になった。ああ、これ下がならないルートかな。え、でもどんなに頑張ってももしかしてこれなるのかな。あ、でも 97% だ。残りの 3% どうなっちゃったんだ。多分撃たれたのかな、残りの 3% の人。あ、でも結構私みんながやってきたルートを通っちゃってるな。逆に通らないルート、あ、 RAQ 見つけた人 36% しかいない。 RAQ がね、何か分かんないんだよね。じゃあ終わりましょうかね。と思ったけどまだやります。いや、マジ怖かったな。全然私喋んなかったね。あ、ハンクかな。ハンクじゃねえ、なんだっけ。そう、この人だね。お、ここ天国のとこじゃん。なんかここにエンジェルがいるんだよね、女性。お母さん持ってる。どう、いや、おなら出た。どういう状況なんだろう。前回は確かね、待って、前回どうだったっけ。いや、前回はね、犯人を逃がしたところで終わったんだよね。だから今回多分その犯人を探すとこからやってくんじゃないかな。ここに美女がいるんだよね、アマンダっていう。あ、いた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 。ここ何なんだろう、よくわかんないんだよね。いきなりゲーム始めたらたまにここからになるんだよね。さあ、アマンダ来たよ。こんにちは、アマンダ。コーナー、はい、待っていましたよ。少し歩きましょう。中立だって。あ、アイアイ傘する。やだごめんね。あ、傘でかっ。どこに売ってんのそれ。傘って意外とね、肩とか当たるんだよね、狭くて。この傘惜しい。あの変異体は非常に興味深い。捕まえられなくて残念です。間違いを認める、説明する、合理的に答える。説明する、間違いを認める、認めよう。おっしゃる通りです。私の力が及ばず。なんだ。収穫はありましたか。トマト。日記、壁の文字だね。 RAQ、 これが分かんない。壁の文字、
壁一面に迷路のような絵やシンボルが描かれていました。他の変異体同様 RA9 に執着していたようです。他には他には日記、ああなんかよくわかんない日記あったかも。日記を見つけましたが暗号化され、そう読めなかったんだよね。解読には数週間かかります。シカマルを呼ぶしかない。あと少しで変異体を捕まえられたというのに。警部補との関係はどうなりました？あ、もうすごい仲いいよ。ハンクを救出したんだもんね。ハンクの救出にしようか。助けたことを感謝しているようでした。言葉ではなく彼なりの表現。そうだね、ちょっとツンデレだったんだよ。どうした？時間がありません。変異は広がり続けている。時期に世の中にも知れ渡ることでしょう。何としてでも止めなければ。めっちゃ服にシール貼ってんじゃん。メモかな。お任せください。新しい報告が。アンダーソンを探して捜査しなさい。はい。アンダーソンっていうのは私と一緒にいつもいる警官だね。人間さんの。アマンダは人なのかな。アンドロイドの創造主みたいな神的ポジションなのかな。崇められてる。なんかね、前コメントでもらったのが、アンダーソン警部めちゃめちゃいい人ですよってコメントでもらったね。だからすごい私仲良くしたいね。これタクシーなんだ。あ、無人タクシーじゃない。なんか将来的にもあれなのかもね。タクシーもアンダーホン警部補を探すタクシーもあれになるのかもね。人がいなくなりそうじゃない。だからタクシーの運転手さんとか、なんかほんとリアルに職をなくすって言うとあれだけど、なんかもうそういう、なんだこれ、車を見て、お、私チェックしてくよ。すげえ、すごい不審者だね、雨の日に。あ、さっきのアイアイ傘の傘欲しいな。びっしょ濡れだよ、私。これアンダーソン警部の家なのかな。あ、あ、そう、アンダーソン警部犬飼ってるって前回言ってたんだよね。名前忘れちゃったな。名前忘れたけど、ってことはこれアンダーソンの家だな。アンダーソン警部補。いや、インターホン鳴らしなよ。普通インターホン鳴らすよ。あ、個性的。いらっしゃいますか。もうやめとけやめとけ、怒られるって、怒られるって、バカ。じゃあ帰ろ。だって帰るしかない、いねえんだもん。ねえ、お、なんかマークついたな。え、どうしよう、みんないないよ。これ勝手に開けたらまた中のあれ下がっちゃうよ、信用。え、でも中に入るってある。え、やで、私またアンダーソンはすごいいい人って聞いたもん、私。どう、え、あ、でも入れない。あ、インターホンも押せなくなってる。じゃあとりあえず覗きに行こうか。お、なんか光った。あー、別にそういうわけじゃないんだ。あれだね、これ人間がいると光るっていう、でも普通に現実世界にもあるやつだよね。あ、これ後ろ行けんじゃない。おー、いけるいける。大丈夫、これ私通報されない。あ、待って、これチェックしてこう。アンダーソンね、もうピンポン、あれイルス使ってくるからね。あー、すごい目合いそう。え、アンダーソンってハンク・アンダーソンね。え、どうすんの。うわー、すごい躊躇ない。この判断力が生死を分けるのかもしれない。私にこの判断力があればまた人生は変わって。相撲、あ、相撲だね。な、名前も知ってる。ご主人を助けたいんだ。大丈夫、アンダーソン。え、どうしたんだ、寝てるわけじゃないのかな。アルコールの飲みすぎなんじゃない。アンダーソン、待って、アンダーソン見る前に、いや、これアンダーソン見ようか。 Look at アンダーソン。お、え、え、銃持ってるけど、残り一発だって。357マグナム弾、コナン君で出てきそう。これはアルコールかな。スコッチね、コナン君出てくるやつね。
待って、これはどうなってる？あ、3日間洗ってないみたいな。え？これは？わずかな不整脈、外傷なし。私はもう不整脈っていうのは分かんないんだけど、なんか、何すればいいの？私。警部補。メチルによる昏睡の、あすごい往復ビンタじゃないこれ。あ、2回か。あ、なんだ、普通に寝てるだけか。私、窓まで割って入って、おほほ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 。これからあなたの酔いを覚まします。ほっとけってんだよ。させてもらいます。アンドロイドめ、俺の家から出てけ。あなたの力が必要なんです。いや、窓まで割って怒られない、これ。ご協力いただけますよね。さっさと出てけってんだよ。また仲悪くなっちゃうよ。ハンコを浴室に連れていく。どこにあるの、浴室。やれ。え、いい子だ。やれやれって、亀ってこと？くそ、まずい、吐きそうだ。あ、大丈夫、待って、私が介護するよ。さあ、浴室だよ。いいから、ほっとけって言ってんだろ。俺はどこにも行かねえ。引っ張る。ああ、モンストね。さあ、なんかいっぱい書いてる。これ何すんの、私、お風呂で。写真会みたいな、ハンクの。え、いらな。ハンクの写真集ほどいらないものはない。アンダーソン、押す。あなたのためです。え？なんで、これは何しようとしてんの？止めろ！水を止めろ！お前ここで何してんだ？43分前、殺人事件の通報があり、バーにいらっしゃらなかったので自宅に来ました。あ、そういうことね。だが、何が悲しくて自分のアンドロイドに、てめえの家でこんなひどい目に遭わされなきゃならねえってんだよ。これ起こすためにやったの、今。頼むからほっといてくれよ。セラピーを進める、辞任を進める、盾をつく、合理的、合理的に捜査から外してもらえば、他の担当がついて、私も任務を遂行できます。はいはい、任務ね。それしか興味ないのか。あなたは今、まともな状態じゃない。すぐに。余計なお世話だよ。さっさと出て行け。あ、やべ。また仲悪くなっちゃう。お、立ち去るか。そうですか。早く問題を解決されるよう心から願っています。これどうだったんだろう、今茶化した方が良かったかな。お、なんだ、情報は。お、風俗店で男の死体が見つかりました。死体、アンドロイド絡みの可能性。前逃がした犯人じゃない。あ、風に当たるのも悪くはない。よし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 、いや、茶化さなくて正解だったね。服を持ってきてくれ。ハンクに綺麗な服を持ってくる。すぐに持ってきます。うわー、ここでちょっとふざけたいね。変な服持ってきたいけど、オッケー。じゃあ服持ってこようか。ハンクに綺麗な、綺麗な服ね。ここ重要。どこにある？あいつ家でかすぎだろ。絶対実況、あ、ここ実況部屋ありそうな感じするけど、ここかな。服、あ、勝手に開けちゃっていいの？どの服にしますか？どれでもいい。ピッピ服、ボーダー。じゃあ、ボーダーにしよう。この選ぶ選択肢いる？これがもしは明暗を分けるみたいである、将来的に。このボー、大丈夫？お酒飲みすぎ？平気ですか、警部補。あ、トイレと、お風呂一緒なんだね。いい気分だ。嘘つけ。すまんが、5分だけ待って。いいよ。はい。いやー、来たね。いやー、来たね。見せるなよ。そこモザイク入れてよ。ハンクのことをもっと知るだって。あ、待って。こっち行ける？行けないんだ。
あ、なんか一応テレビついてるけど、まあ、とりあえずテレビは無視で。ハンク読む。私これね、さっきも言ったけど、コントローラーのあれが悪くて読めないんだよね。スクリーンでうつ病に。脱コンセント。あー、なんか、こう、スマホの見すぎみたいな。パートナーアンドロイドが爆発的人気。さあ、出て。じゃあ、相撲ちゃんと遊びたいな、私。これは？手に取る。あー、ハンクこれ好きなんだよね。なんだっけ、デトロイトソウルレコード。ハンカジャズ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 、これ覚えてこ、これ覚えてこ、ジャズね、ジャズ、シュッ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 。あ、それジョブね。え、あれジョブだっけ、これな、ジャブか。ミス、ハンカジャズ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 。あ、イヌッチだ、ワンちゃん。お手、お手相撲、相撲ちゃん、スモン君かな。かわいいじゃないか。これ2歳児なら乗れるね。さあ、今相撲にもジャズ好きの相撲好きね。さあいいよ。やべ、ハンク発揮しないと、あと5分待ってくれって言ってたからね。5分後多分登場してくるから、その前にハンクについてす、これ。ああ、またね、こうお酒とカップ、お、見る息子さん。え、いいのこれ、勝手に分析してこういう死亡。ハンクは息子を亡くしたコール・アンダーソン。多分これがアンドロイド嫌いの理由になってんだろうね。コール・アンダーソン覚えてこう。コール・アンダーソン、なんで銃持ってんの。何も言わない。ハンクに自殺の傾向。そうだね、聞かない方がいい。これはいい子でな、相撲すぐ戻る。相撲待ってろよ。コール・アンダーソンのジャズ好きの相撲好きね。おお、かわいい。あ、え、終わんの早っ。え、これ 86% か。ほぼほぼ見つけてんのにな。エデンクラブ、エデンクラブ、ここ見つけれなかったな。何だったんだろう。ハンクの息子の写真を見つけるの上。あ、見て、ボーダー T シャツ 20% だ。一番低い。なんか嬉しい。なんか低いの選ぶとなんかちょっと嬉しいよね。あ、私だけ選んだんだみたいな。さあ次行こう。次誰？あの人だ。なんだっけ、マイキーみたいな名前の人。なんだっけ。これはね、多分順番的にそうだよね。え、なんか、なんかいきなり場面すげえ変わりすぎじゃない？これね、アンドロイドエネルギーを取りに行ってんだよね。分かってるのか。見つかれば殺されるぞ。どうするんだ。サイバーライフの倉庫を探そう。そこに部品とブルーブラッドがある。ついていて。オッケー。ジェリコ中立、チャーシュー孤立。さあ、この名前なんだっけ。このマークだ、マーカスだ、マーカース。さあついてくよ。バレないのこれ。ちょっとなんかホラーゲー感出てない、このゲーム。怖いよ私。見られるなよ。見られるなよ。誰に。待って、ついてけば見られないんじゃない。待って、うわー、これ一気に行っちゃっていいのかな。こまめに探したいけど、見られるなよって言われてるもんね。ついてこ、ついてこ。女だ、オッケー。ちょ、セクシーすぎない。ノース、これノースさんだね。別のルートを探す。さあ、人間に隠れた私たちは生きてるんですよ。なんで、でも生きていくためには血みたいな必要な部品がいるわけですよ。それをこっそり取ってくみたいな。テレレレレテレレ、こっそり班でいきます。いいね、すごいアクションゲーにもなりつつあるね。マリオも将来的にこうなるかもね。ピーチの分の食事がねえみたいな。ドケクッパ。さあ
これついてけばバレなそうだね。あーでもなんかこう私黄色い文字チェックしたいけどね。だ黄色い文字がないってことはこのまま進んで OK なのかな。お、サイバーライフ、サイバーライフ、サイバーライフ。あそこに私たちのエネルギー源がある。かっこいいんだけど私。これ届く？やばいやばい、おい、ここ登って。どこ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 、サイモン、どこに行くつもり。ここ、あー、いたいた。あー、マーレス、あっちだ。私置いてかれちゃった。あああ、まだある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 。どこ、やばい、完全に迷子。いたいた、あぶねえ。迷子センターで名前呼ばれなくて済んだ。あ、よかったよかったよかった。お手置いてかれちゃったかと思った。私やっぱこういう時に遅い人だと足手まといみたいになっちゃうのかな。なんか約束のレバーランドから鬼から逃げてる気分。私だけ鬼に、まあ約束のレバーランドね、途中までしか見てないんだけどね。さあ、起きたよ、サイバーライフ。意外とね、跳躍がすごいね、割と飛んでくれる。さあ4人集結。サイバーライフとソウ、必要なものが。かっこいい。ドローンを何とかしないと。どうすんだろう。僕がやる。破壊すればバレないでも。え、どうすんの。あ、予測だ。そっち10秒先の未来が見えるんだよね。じゃあまずこっちのルートから真ん中行きます。高すぎる。あー、もうダメでした、高すぎる。で次右行きます。見つかってしまう。全部外れたんだけど。じゃあ最後残る選択肢は、はい、チコリータ、不思議だね、水亀。チコリータで行きます、こっち。あ、いいんじゃない。で、あ、高すぎる、ダメ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 。ってことはこっち側か、右側と。オッケー。でこっちで計算完璧。さあ完璧だね、今のルートで。私ほとんどミスってたけどね、このミラーを読める力がなければやられていた。でもこれ壊したらバレないのかな。やべ、連打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 。でもこれいろんなルートがあるから連打しなくて、見つかった時のルートも見たいけどね。ただ私はそんな。あ、ナースの信頼上がった。箱を開けてカバンに詰め込むんだ。さあサイモンについてくよ。部品を集める、部品を集める、箱を調べる。あ、なるほどね、なんか時間との戦いみたいな。すげえ私急いでるね、なんかこっちまで感情が入っちゃう、バレちゃうんじゃないかみたいな。いけ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 、早く早く。切った、これがエネルギー源かな。あ、こんなちっちゃいんだね、なんかシャンプーの詰め替えみたいな。どうした、バレた。あなたたちは私有地に立ち入っています。施設への侵入はレベル…でもこの人もアンドロイドだ。この情報をセンターに送ります。ジョーン、たく、あの機械はどこ行きやがった。やべ、時間ね、時間ね。警備員を壊す、捕まえて隠れる、隠れよ。これがいい、これがいい。してくれ。ジョーン、動かない、動きません、絶対バレない。え、最初はドローンで、お次は。オッケー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 。このでもアンドロイドどうしよう。ジョン、え、ジョンどうしよう。そろそろここから脱出。あ、ジョン何もやってくれないの。ブルーブラッドを探せ、これじゃまだ足りない。オッケー、これで全部かな。ブルーブラッド、リンスの詰め替え。あ
ジョンは？あれ報告しないで済んでくれたの？あの子。もっと大きな箱を調べる。これあれですね、皆さん。建物の中入んないといけないんじゃないかな。これ。この右の。あ、これ開けれんの？いや、そのナイフみたいの便利すぎない？すごい、何でもできちゃうじゃん。オッケー。はい。この中に何入ってんだ？あ、ドロイドくんね。君たちも僕たちのように自由になりたくないか？逃がそう。一緒に行こう。どうしよう。逃がしてよかったのかな、この3人。ナルト、さくらちゃん、サスケ。これはちょ、何なんだこの手。なんか情報を汲み取るとこうなるのかな。お、ノース信頼上がってる。あ、尊敬になってる。あ、お前マジいいやつだなみたいな。いただいた。行こう行こう、降りる。さあ、あとは逃げるだけ。野郎ども、ずらかるぞ。お、そいつは敵よ、信用できない。危険を犯したのに置いていくのか。一緒に連れて行くなんて危険すぎる。受け入れよう。連れて行く。え、もっと部品を手に入れたくないかい。いや、もういい、もういい。どういう意味だ。トラックだよ、生体部品がぎっしりだ。自動運転になってるが、鍵があればマニュアルにできる。鍵はどこに。あそこの制御室にある。人間の警備が2人、気づかれずに鍵を盗むんだ。マーカス、自殺行為だよ。部品は手に入れたんだ。捕まる前にここを出た方がいい。トラックいっぱいの部品があればみんなを手当てできる。逃してはないでしょう。俺たちがやられたら残されたみんなは、そんなの危険すぎるだろう。鍵を手に入れよう。10分で僕が戻らなかったら言ってくれ。マーカス、私も行く。ダメだ、一人で行く。二人も犠牲になる必要はないからな。かっけえよ、人生で。いや、さあ、怖すぎ。逃げたかった人生でした。これ見つかるよ、私なら。見つかる自信があるもん、私。どっから開けよう。これ大丈夫？待って、普通にいるけど。いや、そうだよね、そうだよね。ここはダメだ、危ない危ない危ない。危ねば。ここは？ここも多分バレるよね。ここもバレると思う、私。いや、ここやめとこ、やめとこ。やべ、やめれねえ。あの犬がもう年中吠えやがって、なんであんなに吠えるのかね。あれ嵐のせいだろ、イライラすんだって。ああ、子供と週末キャンプに行く予定だったのに。鍵を見つけた。見られるな、見られるな、見られるよ。待って、これ見られるよ、どう考えても。そろそろ終わっただろ。外でパトロールよりはガード脅す。いや、脅さない。どうする。鍵絶対見られるよね。いや、ここだな、ここ。ここに何か打開策がないか。絶対見られる、あのまま行くと。どうしようかな。みんな鍵が、あの多分警備員の左側なあれなんだよね。銃持って、銃を取って、なんか、外に撃てばいいんじゃない？
え、脅さないよ、私嫌だよ。でも脅すしか選択肢がない。お、おう、オッケー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 、取ろう、やばい、丸、よし、サモト柔道いけ、バツバツ。でもこの二人をやっつけちゃいすれば、ちょ待って、私連打しすぎて、ちょ選択肢出てもやばい、う、いいパンチじゃねえか。やばい、丸、バツ、反射神経系になってるね。オッケー、早く逃げよう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 、さあ逃げよう、やばいって、あいつら来る。やばい、みんな進む方向が黄色で出てない。まあいいや、こっち行こう、早く早く早く、ここかな、あ、ここっぽい。鍵はゲットしたよ、すごいドヤ顔だけど、早く逃げようぜ、ガチ怖すぎガチ怖すぎ、開ける、入って、これでみんなの分の、乗って鍵を入れて、ちょごめんね、こう私入り込んでガチ喋れなくなってる。うわ、ちょエッチ。さあ逃げれます、運転も自動運転だもんね、あいつらはしばらく起きることがない。タッチ確です、ジョニージョニー、嘘だろ、え、あ、罪悪感ね。でも別に殺したわけじゃないよね、意識を失わせただけなんじゃないの。でもまた、これどれが正解だった、みんな、みんなの分のは持ってきたよ。やったぞ、トラック丸ごと盗んでやった、これだけあれば全員助かるな。全部マーカスのおかげね。これアンドロイドの信用はあるけど人間の信用は下がるよね。俺は自由を求めた、このジェリコにやった、なんか罪悪感すごそう。だが実際は見つからないことを祈りながら、起こりもしない変化をただじっと待って死んでいく自由だった。そんな自由はいらない、笑ったり愛したり胸を張ることに権利が必要なのか。深いね。だけどいつだって俺は心の中で叫んでるんだ、俺はただの機械じゃないんだと、俺は生きている、もうその事実を奪わせはしない、人間に服従する日々は終わりだ、彼らに真実を伝える時が来た、俺たちの権利を取り戻すんだ、俺たちは生きている、俺たちに人権を、俺たちは自由なんだ。おお、すごい、アンドロイド連合できたね。反逆し、そのうちなんか本格的なバトルになりそう、人間とアンドロイド。ノース・サイモン。おお、なんか後ろで顔芸してる人いる。よーし。あー、でも結構パーセント出てないな。あ、でも、あー、すげえ、めっちゃ分岐ルートある。これ多分下があれだろうね。あのトラックを盗まないで帰るパターンかな。なんかその選択肢もあったよね。トラックを盗むかみたいな。お、待って。警備員を気絶させる ?19% しかいないんだけど。みんなどうやって盗んだんだろう。え、警備員を脅すも 22% しかいない。全然みんな脅してないじゃん。よーし。終わりましょうかね。バイバーイ。おお、すごい。操作を開始する 98。人間の警備員が立ち去る。あ、じっとする 52% ね。面白いね、このパーセント見れんの。
マーカスが無傷で済む。おお、有傷なパターンあったんだね。無傷じゃなくて。サイモンについていく。おお、サイモンについていく 11% しかいない。うわ、長いな。よし、終わろう。バイバイ。